次の日曜空いてるか。トリプル4人で遊ぶの。すーいいところにいた。おおだったやん。おおおおどうしたの。俺たちこれから合宿。やった君もどう。行こうぜ。行く。お一緒に行こう。喋らへんなこの時。コミュ障だろな。1回目の俺を演出してんねん。メガ盛りうどん食べようぜ。いやメガ盛りはやばい。メガ盛り食べよう。お腹すいたんや。その量どうしたの。注文間違えた。うん。それじゃいただきます。いただきます。あまり触れられなかった。今日祈りどうしたんだ。お祈り。えそう。いつもの気分じゃないとか。一緒に食べに来てんのじゃん。刺さってたんや。祈りらしくていいな。そういうの。やっぱりあのマーニーガーディー3人来たから今3人仲良しなんや。遠慮されるよりは気持ちがいい。二人とも祈りくんのことが好きなんだね。好きか嫌いかって話なら好きだよ。どういうことなあ、リョータ。あんまけちゃうの大丈夫、うん、ああ。思ったこと何でも言えるって大したもんだよ。確かに。年下とでもご飯行くってあれな。でもこの間さ、うん、祈りが廊下で先生に褒められててさ、むちゃくちゃ怖い顔して、あいつなりに耐えてた。が、照れてたんや、多分。え？褒められてたんでしょ？テストの点が良かったらしくて、さすが姫ロケ。ああダメやな、それ怒るで。悪気はなくてもそれはひどいな。あいつ大丈夫だったか？大したもんだよ。緑の話をしてる。いいね。ありがとうございますって言ってた。偉いやん、うん。そっか。いやなんかさ、我慢してんだ。マジでバチロレッテみたいやな。なんかあのいない、そういない人のこと褒めるっていうのが、うん、なんか自分らの株上げようとしてる。頑張ってたよ。顔には思いっきり出てたけど。きっとひどい顔してたんだろうな。だろうな。誰彼構わずにズバズバ言ってるようでさ、あいつの中ではちゃんと線引きしてんだ。分かってるやん、さっさは。みのりくんはきっと人らには心を許してるんだよ、うんうん、君にも。君にも。じゃない。うわわわわわ、やばいやばい。なんで私が責められてるの。ち、ここにいた。ここにいた。あ、待ってる。みんなでどうしたの。みんなで来てる。怖い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 。あのさ、次の日曜空いてるか。トリプル4人で遊ぶの。さっさ祈りとさ、なぜか水族館行くんだよ。お前一緒に来てくれね。いや来たな。グループデートです。グループデートやな。今回のデートはグループデートです。うん、ぜひ。レバーはさっさ。ほんと君って物好き。うるせえやろ。じゃあ小手駅で待ち合わせね。だな。駅ね。忘れんなよ。任してよ。みんな帰ってた。よし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 。いやおもろい。めちゃめちゃおもろいこれ。あ、え、じゃデートやから。みんなもう起きてる。さあ今日のデートはグループでこうやって手振ってさ、こうやってくんだよ。みんな。念のため。ハグハグ。念のため？何が？何の心配だよ、亮太。どうした？どういうこと？亮太先輩はいつでも君が心配みたいで。うわあ、うわ。水族館は好きだけどさ、うん、この俺たちの並んだ感じ、うん、ちょっと暑苦しいな、うん、ちょっとおかしいな、うん、3人男3人で一人ずつちょっと話しさせていただいて、うん、ちょっとお一人ずつお話しさせていただきたいなって思います、うん、いいと思うよ。笑いながら言うな。はい、俺もいいと思うな。お、君から見たら面白そうじゃん。ちょっとマウント取ってきてます、うん、これは今のはサッサーが風間否定したところ、俺は君を肯定するよってところを見せてきてます、うん、なるほど、はい、ほら横並びの3人が水槽に反射してますよ。うんうんうん、それぞれキャラがこう出てきていいですね。どれ、うん、めっちゃ笑ってるわ。いや、さっさうるさいよ。あ、風間はちょっと楽しめていない。自分を出せていないかもしれない。2人きりが好きだから。お、お、今度はなんだよ祈り。亮太先輩は水槽に自分の姿が反射して映るから水族館が好きなのでは。めっちゃナルシストが待ってる。いいね。ナルシストだから。ナルシストだから。ズバズバ言うな。いいね、ヒムロ。はぁ、はぁだけ。違うよ、俺は純粋に静かに落ち着いて話したいだけだ。私とね、バチロレッテね。それは無理じゃん。4人で来て落ち着いて話せると思った？思った？正論。
ああいじられてんな。うん、確かにみんなで来たらどこでも賑やかになっちゃうもんね。好きじゃないねんな、みんなで来るのが。風間はそう、二人きりが良かったけど、あんたより誘ってきた。今日は誘ってくれてありがとう。初めて言ったな、今日は誘ってくれてありがとう。ボディタッチ、絶対できる。そうだね、いいじゃん、こういう変化球も。ではこの中からお一人だけこの後もデートに付き添っていただこうと思います。一人だけローズを渡すのは誰になるか。サプライズローズ誰かな。ストレートな方が好きでしょ。うん、おお、ま、たまにならな、また誘うよ。じゃ解散な。みんなで家送ってよ。解散か、くそ、選ばれへんかった逆に。またこうしてみんなで お出かけしたいな、まあ、無理やろうな。おもろいな。おスー、うわ、のぞ、残った。あの、ストールンローズ持ってきた。ストールンローズ来たで。のぞむくん、どうしたの？君の方こそ、どうしたの？え、なんとなく、あ、帰らずに立ちすくんでたんか。なら、俺もなんとなく。抜け駆け抜け駆け見てるね、ちょっと。あのさ、なんとなく、この後一緒に行きたいとこあるんだ。あ、こいつ。早くと見せかけて残っておくと。いいじゃん、いいじゃん。いいよ、決まり。なんとなくだけど、お、場所は決めてある。もう考えてたんや。じゃあ、いや、作詞やな。公園、はい、公園か。着いた。何やろ。何、僕ここの公園に行きたかった。そう、この公園って、うん、昔からあるじゃん。あーね、多分俺たちここで一緒に遊んでる、ちっちゃい頃にね。確かに覚えてる。リョータが言ってた。あら、なるほど、リョータ人のエピソード盗んじゃって。いろいろ覚えてるもん。めちゃくちゃ覚えてるもん。なあ、ずるいよ。お、最初はさ、うんうん、昔のことを覚えてる変わったやつとしか思ってなかったけど、うんうん、今は違う。なんや、今は違う。だってリョータだけ俺の知らない君を思い出せるんだろ。アピールしてくる。え、だからここに二人で来たらなんかの弾みで思い出す。大丈夫大丈夫、私も覚えてないから。うん、あ、え、思い出した。え、何か思い出したの？うん、全然ダメ、うん、だろうな。うちも覚えてないんで大丈夫。びっくりした。お、今日は何をした一人で。ああ、ランチ、ほんま3人で食べようぜ。いいよ、一緒に食べるよ。みんなでランチ、仲良しだね。ふふって何。え、別に普通。めっちゃ仲良いやん、この3人。めっちゃ仲良いやん。腹減ったのか。カリカリすんなよ。カリカリすんなよ。ほら、行くぞ。はーい。で、とりあえず盛り上がったらあかんと。うわ、あら、楽しそう。俺、大盛りじゃないですよ。あ、大盛り、さっさと間違えた。若様にはサービス。あらららら、若様だから。やめてください。その若様っていうの。ふふ、りょうたくんのこと若様って呼ぶ人多いよね。羽ばたく市では、りょうた先輩の家は名だたる名家ですからね。ね。うわちゃん、ちょっとこれはやりすぎやな。マジでやりすぎやな。これはちょっと5人前ぐらいあるやん。5人前ぐらいあるわ。のぞむくんの量すごいサービス。トマトも言いつつ、若様の負けですね。負けですね。何の勝負だよ。勝負ってなったら燃えるからな。燃えるよ。みんなちょっと避けてくれ、こぼれそう。万博だね。特別扱いは亮太先輩だけじゃなかったみたいですね。だら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 、うわ、ちょっと嫉妬して。少しくやさしいぞ。あ、いのりくんからメッセージした。ホタル、今海でサーフィン教室開催中、生徒はりょうた先輩とのぞむ先輩。この3人でサーフィンしてんの。ちょっと面白そうかも。行こう行こう、行ってみよう。あ、勝手に行くんや。こんなとこでサーフィンしたら危ないって。危ない、姿勢が悪い。おこ、はい、教えてんね。りょうた先輩、グラグラしすぎですよ。ちょっと待って、のぞむ先輩は。りょうた先輩多分できへんタイプやな。わかります。のぞむさんはちょっともういい体してる。あ、いい体してるわ。ふふ、やってるね。あ、来た。なんでお前がいるんだよ。読んで、誘われたから。祈りに。およ、君もサーフィン教室入るの。サーフィン教室入るのってもう入った。なんなんこれ。うん、見学だよ。見学ってなんだよ。サーフィンできるようになりたかった。ほら、亮太先輩、集中。祈り、お前の差し金だな。なあ、あとどれくらいこのポーズ続けるんだ。ずっとこれしてんの。僕が OK を出すまでです。やばドSやな。さっさがサーフィン教えてくれなんて言うからだ。サーフィンもやってみたかった、ね、ああ、さすがやな。いいやん。
わかったみたい。なあ、細いな頭。そろそろ海に出ても白石。海を舐めてかかると大変なことになります。確かに。うん。まだ早いです。ちゃんとしてんな。サーフィンが砂の上でやるもんだって初めて知ったよ。海入れへんかったんか。ヨダ君大丈夫？じゃあ今日の授業はあら終わっちゃった。みんなでジュースでも飲みましょう。いいね、乾杯。青春って感じで。今日の授業ってことは第2回もあるのかな。ちょっと見てみたいかも。リョータ、今日どうしたんだ？おらへんの？先生とお話ししてたよ。珍しいですね。僕たちだけで学食行くのをリョータ先輩が見過ごすなんて。先輩絶対許さんもん。確かに、うん。抜け書き許さんもんな。絶対許さなそうだもんな。あいつのこと許さんよ。よっぽど大事な、そうかな。後から走ってくるかも。てんな、怖いな。十分ありえる。祈り、急げよ。なんか亮太抜きで話すことないか。急に振られても。あれやろ。あれやろ、ホタルのこと。じゃあ亮太の意外なところ、つまらない話。髪型。あ、いいですね。いいよ。君、亮太先輩の髪型どう思う？うん、髪型って言われても特にピョコッとしてるてっぺんのやつ。言えた、髪型してないね自分。あんたもピョコッとしてるし。確かに。あ、来た、ほんまに来たんやけど。え、すごいな。ほら、本当に来た。うん、ええ、思った通りで亮太先輩らしい。すごいな亮太。こっち。今悪口言われてたよ。